こんにちは、りょうこばあばです。ここに置いているお花なんですけど、冷水とのね、20番で編んだお花なんですよね。それで、編み始めは輪の中に細編みを5目編んでスタートした花びらなんですけども、大きさが全然違いますよね。それで割とね、こういう形のお花はよく編むんですけども、花びらをね、大きく編みたいなという時にはこっちで編んでいます。今からね、こっちを編むんですけども、こっちは小さい方はですね、この1目の中に細編み5目ある中の1目に、こんな感じで鎖編みを5目編んで、途中に三つ巻き長編み、長々編みは2回しますけど、もう1回、針にかけて3回針にかけて2目ずつ引き抜いて編むんですけども、それでも、こんな感じでちょっとちっちゃいんですよね。でこっちはまた全く編み方が違うので、大きい花びらを編みたい時にはね、こっちで編むんですよね。今からこの編み方を編もうかなと思います。今から編むんですけども、針はレース針の2号で編んでますね。で糸はレース糸の20番。これで今から編みます。まず輪の中に1回指に巻いて、輪の中に細編みを5目編みますね。引き抜いて1目立ち上がって、1、2、3、4、5目。5目ですね。でこれを絞って、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きますね。これが1段目ですね。1、2、3、4、5目ですね。輪の中に5目編みました。そしたらですね、今から、大きい花びらを編むときは、花びらの中心にね、軸を作りますね。で、このお花の場合は、軸を9目、立ち上がりも含めて9目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9目、立ち上がりが1目ですね。たら8目目に針を入れて引き抜きます。7目目に引き抜きます。1目ずつね、引き抜いていきます。こんな感じで8目引き抜いて戻りました。でこんな感じで軸ができましたね。先に軸をね、5つ作ります。1、2、3、4、5。そしたら次の隣の目に針を入れて1回引き抜きますね。引き抜きます。そしてまた同じように 1、2、3、4、5、6、7、8、9目で、8目目に針を入れて引き抜いて、ずっとね、さっきと同じように引き抜きながら根元まで来ます。8目目引き抜きましたね。そしたらまた隣の目に針を入れて引き抜きます。これをね、あと3回やってきます。最後の花びらの芯をね、編んできました。だ閉じるところは、細編みを最後、最初の目に引き抜いた目ですね。ここに
隣のこの横にこう横になっている目に針を入れて引き抜きますね。最初でこれで5つの花びらの軸ができました。そしたら今からね、この軸に花びらにするために細編み中長長編みを編んでいくんですけど、最初は細編み、次中長を1回2回で、次長編みを1,2,3 回で、次中長を1回、最後に細編みを1回入れて、あとこっちの半分の方に編みつける前に、これは立ち上がりの目なんですよね。最初鎖編みして立ち上がった目、ただ細編みを編んだ後に鎖編みを1回2回1回2回編んで、ここの8目目の引き抜いたところに細編みを入れます。今から編んでいきます。そしたら今、横のところに引き抜いたので、その隣の目、ここの隣の目なんですよね、隣の目に細編み、隣の目に中長編み、隣の目に中長編み、中長編み、また隣の目に中長編み、隣の目に長編み、また隣の目に長編み、隣の目に長編み、そして隣の目に中長編み、最後細編み。ここまで来たらあと半分編まなければならないので、鎖編みを2回して、鎖編みを1回ですとこっちに渡った時に、尖りがね、花びらの丸く先を丸く編みたい時は1回でもいいです。尖らせたい時は2回3回までぐらいだったらいいですね。まあ、今回は2回鎖編みをします。そして向こう側に細編みで、隣が中長ですね、中長で長編みを3回ですね。1目に1目ずつ、1回2回3回で、中長を2回、隣に中長を2回、1回2回で、最後細編みを1回で終わりますね。こんな感じで一つの花びらができました。ただ、軸になるところの、線がこう、線が入るんですよね。だから一つ線を残して針を刺してくださいね。で、もう一回やってみます。で、針を入れるところは、ここにもう一目ここにあるんですけど、ここの目は、引き抜いた目ですね。これは引き抜いた 目なので、これを飛ばしてその隣の目に針を入れて細編みをします。で、中長を2回ですね。中長を2回、
長編みを3回、1回、2回、3回で中長を1回、最後細編みを1回、片方ができました。そしたらですね、また鎖編みを2回して、ここに針を入れますね。その時に、向こう側の1本だけを拾って編みます。手前の1本は残してくださいね。あの筋が立つように向こう側に針を入れて細編みで中長ですね、一つ手前を残して、あ、真ん中にこうね針を入れたらいいですね。真ん中に針を入れて中長で、真ん中に針を入れて長編みを3回、1回、2回、3回、3回で中長を2回、1回、2回で最後細編みを1回。こんな感じで、花びらをね編んでいきます。でここにね筋が残るように編みます。あとね3つ花びらを編んでいきます。花びらをね全部5枚編んできました。そしたらですね、中にですね花の花芯ですね、こんな感じで別糸でね黄色で編んでるんですけども、最初の作り目は細編みを5目だったですよね。だけど作り目5目なんですけど、こう意外とこうここが意外と幅広いので、細編み5目編、輪の中に細編みを5目編んで2段まで5目、2段目は倍の10目ですね。10目で、縫い付けましたね。2段まで編んでこうつけるとちょうどいいバランスが、中のね花びらと中の黄色の花の芯がバランスよく大きさがねなると思いますので、2段編んで縫い付けました。こんな感じで今回はね、大きい花びらを編むときに、お花びらの中心に芯を作ってから、芯をねこう作ってから花びらを編んでいきました。こんな編み方もあるので、もしね試される方は編んでみてください。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。